技術どこも全部やろうとするじゃないですか、うん、もっと特化してもいいなと思ったんですよ。あの例えばあの実際あのウィッグ人形の価格って高騰してるんですよ、はい、あの人毛がなかなか手に入らないっていうところで、だからそのウィッグ問題を解決するみたいなのに特化すると逆に広がるというか、売りが分かりやすいからより広がるっていう、うん、そのなんか教育ってふわっと全体で言うとどこも歌ってるというか、そんなんでウィッグ代削減できるとか、うんうん、あのなんか環境問題に貢献できるとか、そういうところの切り口の方がなんか今っぽいんかなとか、うん、確かに結構環境にいいね、うん、そのウィッグ代は問題ですよね、うん、かなり、うん、なんかそれを美容師さんから言われたのはすごい新鮮だなと思っていて、うん、昔逆に僕それで言ってたんですよ、ああああああ、ずっとそれで言ってたんですよ、そのウィッグこれ使ってなくなるのみたいなところで VR ゴール使ってからウィッグいらなくなりましたみたいな話にはなかなかならなくて、なるほど、やっぱりその手に職が一番分かっている方からこそ、いやそれはまあウィッグはなくせないよねっていうのが、美容業界ってあの考え方のセグメントがめちゃくちゃ分かれてるんですよ、うん、で僕で言うとかなりビジネス層なんですよ、あーで、なるほど、あのアーティスト層もいれば、うん、クリエイティブもいるし、はい、一般的なっていうのもいるし、うん、そのカテゴリーも絞った方が、うん、多分やりやすいと思います、うん、多分もう美容師ってやってみんな同じ感覚で行っちゃうとそういう意見ももちろん出ると思うんですけど、うん、だから誰と組むかを結構精査したら広がる気はしました、うんうん、そうなんですよ、ジャンルがねすごくあるんですよあとあれですね、ヘアビアルで月売上どれぐらい作ったら一応システムとしては結構いい感じもありますか。そうですね、うん、あの有料課金が1000人いるとすごく順調に回るなと。それはポジティブシナリオからしたらいつ頃達成、ポジティブシナリオからすると2024年5月。遅くないですか資金調達も、はい、してるので、うん、まずはその利益を出すというよりはとにかくやっぱりあの売り上げを作ってラウンドを進めていかないと次の調達に進めないので、うん、とにかくまずは売り上げを上げていく。結局はやってないから全くなんかイメージがつかめないので、やりますか。早速そうだね、今ちょうどタイミングで、でなんでこの、 あの1年半2年半の見習い期間をこの VR やとこうちょっと短くなるのかっていう概念が全くわからないので、じゃ あ、 あのよかったら亀井さん いいですか、はい、させてもらいます。ここで、はい、これはなんかセミナー内容が流れてる、セミナー内容が前髪はまだそのまま延長できるところまでなるほど。でまあ、左と右にあの横向きの部分だったりとか正面だったりとか、今自分で見たいところっていうのをすごい香りに似合ってるですねいいよ、あなるほどねセミナーを自分で受けてるかのような特等席で、確かに面白いです、ね、実際どう、ただちょっとこの横がすごい見にくいですね。もう少し近い方がいいですか、正面に。はい、なんかここまで見ないと見れない。ありがとうございます。ですね、もう少し寄せます。なるほど、いろんな角度があるんですね。そうですそうです、はいはい。自分の見たい角度を止めながら見れる。なるほど。これ大体何分ぐらいの動画ですか。一応動画としては1時間ぐらいなんですけど、チャプターごとにこう自分で選べるように。うん、左肘がぐっと下がる感じです。これがまあ一応来年にはもうここの空間でやってたら、このもう皆さんが見えた状態でここにウィッグが出てきて、さっきみたいに手がこうやってるみたいな、で自分はこう見てるっていうような感じになるんですけど、さらにビフォーアフターがここで見れるみたいなのを講師陣の隣でこうできるみたいなのを開発したい。こうやってみたらなんかこう分かるところではあるので、コツコツそれをこうみんなにつけてもらわないと多分広がらないですよね。つけてみて導入決定って感じですよね。もう一個、もう一押し、あそうなんですよね。あなるほどね。なんかもう一個実際使う感じってイメージ湧きますかね、練習に。結局それを見てレッスンしないとってところですよね。やっぱうちも今 2D のやつを見ながらスタッフが結構そのままレッスンできるんですけど、うんうんうん、つけてからやとやっぱりもう一回そのそ、ね、外して、うん、外してやるっていう過程になると、うん、ちょっと手間っていうのはあるのかなと、うん、見てできた感覚になってしまわないかとか、うん、まあ、なんか遊べる仕組みがあるのが一番いいかな、うん、なんか会社の評価とちゃんと結びつけやすいとか、うん、既存の美容師に対して教育って正直それぞれのルーツがやっぱ強すぎる。やっぱ今まで勉強した美容室での技術でも染みついてる。正直他社の技術
よりも自社のスタイリストの技術見せたいと思うんですよ。実際に茂木さんがやってるサロンで違う髪質改善の美容師バーって2、30人オンパレードで自分のスタッフがそれを見て勉強したから、でそれで技術やって茂木さんこれやり方違うって言ったら、いやヘアビアールの講師こうやってやってたんでって言われるの嫌じゃん、ちょっと違うじゃん。そうですね。で大体しかも技術が足りてないんでねそういう時そうなんでなんか変に固定概念つくのもねちょっと、うん、だから今もしサロンを攻めるんだったらサロン用のカリキュラム作るか、もう最初から美容学校と提携するかしか、既存の美容師に対して課金してもらうって本当に難しい。難しいですよね。あの海外もっておっしゃってたんですけど、はい、あのそれはいつぐらいに実装予定なんですか？8月から開発が始まるので、字幕が135カ国語に変換されるようになるので、まあ、開発期間としては半年ぐらい考えてます。うん、なるほど。あともう一個は、日本人の、美容師じゃなくて海外の人の美容師の講師情報を集めたみたいなのやると、うんうん、また切り口が変わったりとか、うん、講師陣だから日本人じゃなくても逆にいいような気がします。なんか最近海外本当によく行かせていただくんですけど、日本の美容で何か学ぶことありますかって中国と韓国来たらないってはっきり言われたんですね、うん、だからやっぱり向こうの人たちの技術も今自信持たれてる方も多いと思うんで、そんなんを逆に交流させるみたいなプラットフォーム、うん、講師も被るんですよ、うん、あ、まあ、結構そう他と一緒だから、ね、これが一番言った理由としては、うん、どこのコンテンツ見ても同じ人出てるんですよ、うん、ほならって思っちゃうんですよ、うん、分かる。やっぱ違う人の見たいし、うんうん、それはある、ね、これがあの一受ける側としての立場で見ると、うん、これあの人ここでもやってるじゃんって、うんうん、面白さ半減するというか、今実際に中国からインバウンドを受け入れたりとかしてます、うん、で韓国にも撮影チームがあって、うん、来月にも韓国のコンテンツが入ってくる予定です。あ、入ってくるの、はい、いいね。なのでトレンドを抑えてる韓国だったりとかもやっぱりかなり韓国風のヘアカットとか求めてる方多いので、そこは今そっち推しの方が良さそうな、うん、VR で技術教育、新たな試みに対して真剣に意見をぶつけ合う虎と挑戦者。ここからラストスパートへ、虎同士の議論も加熱していく。プロが求める機能を追求した本物のアイロンとドライヤー、キヌジョ。6人ねジョインしてるって言ってたけど、ね、その6人がどういうカテゴリーなのかにもよると思うんで、うん、コンテンツの監修側とこのサービスを販売する側に分かれてて、はい、僕今まで営業してたんですけど、なかなか外部の人間を受け入れてくれないかったんですよね。うちのコンテンツに興味持ってくれた美容師さんが販売する方がやっぱり興味持ってくださるし、話聞いてくれるって、その入り口が全然もうドアノックすらさせてくれないみたいな状況だったので、今そこに対して美容師さんが6人いるっていうところですね。やっぱり僕ずっとなんかモヤモヤしてるんですけど、はい、誰の何を解決してくれるのかが本当に分からなくてずっとモヤついてるんですよ。なんか否定的なわけじゃないんです、はい、でもなんか可能性はあるんだろうけど、はい、解決型のビジネスというよりはプラスアルファのビジネスなんですよね、うん、別にこれがなかったらサロン潰れますみたいなものじゃないんですよね。もっとなんかこう一味ちょっと欲しいなっていう美容サロンさんなんですよね、うん、うちのサービスが刺さるのって、うん、いやその割にこう課題感出してるから、失礼しました。え、だってそれぞれですか？だってだってあの課題はそれぞれなんで、別になんかそれぞれの会社さんに対して課題をヒアリングして、そのためにじゃあこういう風に使ってくださいっていうような使い方の提案をさせていただいているっていうのが、まあ、現状ですね。いや、そういうことじゃなくて、じゃないいいとは思うんですけど、どうでもいい話かもしれないんですけど、はい、なんでこれやってるのかって見えてこないと、はい、なんかいろいろできますよって言われても別にいいやってなっちゃう。あ、なんでも屋さんなのっていう、え、じゃあこれなんでやってんのかなってなった時に、まあ、VR の大きい事業の中で美容をやってるわけ で美容にも特化してるって言ってるけど、まあおまけなのかなって思っちゃう。おまけではないですね、こっちがメインですあくまでも。で、じゃあ一つ言うのであれば、地方美容師の方々または、まあ、今ちょっと海外に目向けちゃってるんですけど、本当当初の初心を思い出せば、地方美容師の方が原宿、表参道、渋谷あたりのこう本当に学びたい美容師さんの、コンテンツを目の前で常に勉強できるっていう環境がすごくいいっていうところから始まってるんで、いつでも彼らのセミナーを受けれる人が全員じゃないので、すぐにこう情報を取れない人の向けに、あのうちのサービスをあのより
あのアクセスしやすい環境で提供するっていうところが彼らのに対しての課題解決としてやってます。いや、なんかその地方化っていうのって本当に都合よく聞こえることが結構あって、僕まあ千葉だから地方に入るか分かんないですけど、地方とか美容学生とかそれっぽい課題を出してくる割にはそんなに本当にそこに対しての解決しようって思ってたりとか、なんか役に立とうと作ってるっていうのを感じない時が結構あって、うん、やらなくていいんじゃないのかなって思っちゃうから、うん、今もそれがずっと気になってるっていう感じ。問題解決っていうよりは多分きっかけを作ってあげる一つのツールなのかなっていうところで、だから僕は逆にレジェンド美容師がいないと最初のきっかけって絶対に捕まらないと思うんですよ。でもそれがあることによって練習意欲が上積みになっていくのかなっていうのはすごいあるのかなと思いましたし、多分さっきリュウ君が言ってたあの自社のスタッフのセミナーしか教えたくないよっていうのもあのもしかしたら抜けちゃってたかもしれないですけど、サロン用にカスタマイズがそこができるらしくて、ちょっと言った方ですがこれはちょっとうちの考え方とは違うなっていうのは違うプログラムでそこのレッスンっていうところは確保できるみたいなので、僕は逆にそういうのも聞いてみていいなっていうのはすごい思いましたね。やっぱりこう先ほどおっしゃってたように地方の美容師さんが都会で講師を見れるかっていうと、やっぱり全員が全員そういう環境でもないし見てみたいっていう声もあると思うので、それがこの値段でスタッフが見れるっていう会社の立場からすると福利厚生の一環で作るっていうのも僕はいいのかなっていうのはすごい思いましたね。ちょうど今日のね、あの座ってるトランみんなそれぞれ違う形態の美容室を運営してるので、うん、多分ほぼここほぼほぼの美容室経営者像が揃ってると思うんですよ、抱えてる美容室だ。ここの5人がもし1人でもこのジョブフェアじゃない営業できてます。もうね度がすぎるじゃあフェアビアの導入したいってならなかったら多分結構これから未来性としては危ういかなっていうふうに思うんで、ちなみに現時点で導入したいっていうところは、うん、うちもいろんなジャンルの店舗やってるんで、うん、ちょっと1店舗実験ではちょっとやってみようかなって、うんうん、ありがとうございます、うんうんうん、ちょっとまあ実際触ってみて、あと現場の反応も見たりとか、はい、よりいいものになれば業界発展になればいいなと思いますね。小木さん大丈夫ですか、最後に言い残したこと、なんか腑に落ちない顔されていや多分もう無理だと思います解決できないのは分かってます、うん、できるわけないと思うんで、それだけいろんな問題があるじゃないですか、うん、ちょっとコンテンツ集めたぐらいで解決できるはずないと思うんですよ、うん、でも最初からきっかけっていうぐらいでやるんだったら本当にやらない方がいいんじゃないのかなって思っちゃうっていう、うんうん、もうきっかけにするのは結果きっかけになるだけで、こういうのを解決したいからこのサービスをやってます、でもそれは解決できるまではいかないけどきっかけになりますっていう順番なら分かりますけど、最初からきっかけぐらいみたいな感じだったらなんか違うのかなってずっと思っちゃってるっていうだけです、うん、翔太さん最後に何かお伝えしたいことはありますでしょうか。はい、はい、先ほどあったきっかけじゃないんです。我々が提供できる価値っていうのはやっぱりその時間外労働が今あの叫ばれている中で、サロン内では練習ができないだったりとか、美容師さんが3年以内の離職率がかなり高いと思うんですけど、そこを少しでもアシスタント期間を短くできたり、コストが下げられたり、スキルが向上できたりっていうところで、いろんな面でスタイリストとして売り上げ上げられるところまで近づけるっていう人を一人でも増やせるサービスだと思ってます。なので目に見える形ですごい変わったっていうのはなかなか難しいと思うんですけど、少しずつ改善しながら一緒にこうなんかサービスを良くしていけたらいいなっていうふうに思いますので、挑戦者を応援していただけると嬉しいです。それでは最終ジャッジの時間となります。京極さん判定をお願いいたします。はい、翔太さんは結果 VR という技術をまあ、世の中浸透したあらゆるところをまずまあやっていく中の最初のステップとして、まずは美容業界やるのか、あるいは VR 技術今までやってきて、あこの美容業界すごい役に立ちそう、こういう世界作っていきたいっていうのはどっちですか。美容業界に役に立ちたいっていうのはめちゃめちゃありますどうやって VR を生涯かけてこの VR っていうところはやっていきたいですと。まず分かりやすくこう美容師さんで抱えている課題があって、そこに対して我々の技術で解決できる部分がすごい大きいなっていうふうに思っているので、あくまでも美容師さんっていうところで成功事例を作って横に展開していくのは当然考えてはいるんですけど、まずはここで価値を感じてもらえなかったら横にも展開できないので、今正面で見てるのは美容師に対してですね。例えば5年後どれぐらい業界はどう変えるか、
あります。もう VR を使ってあの国家試験も受けるし、 VR 学んでなかったら国家試験のもう必須科目になってたりとか、アシスタント機関で の, あの美容室の研修がもう VR が常にどこでも使われてるっていう状態を僕は目指します。うん、仮にずっと赤字を掘り続けても諦めない。諦めないです。今ずっと赤字なんで絶対諦めない。はい、やめらんないです。おお、はい、やりましょう。お願いします。いや、そこまで言うならね、一緒に応援するしかないよね。じゃあ全部ですね、僕は、まあ、いろんな場面で力になれると思うので、まあ、新しいテクノロジーによって IT をうまく活用しながら、美容業界すごいねみたいな、そういった時代を僕もやっぱ作っていきたいので、まあ、そういった面ではこのヘアビアル諦めずに必ずじゃあ2028年に達成しましょう。お願いします。お願いします。お願いします。続いて茂木さん、お願いいたします。はい、僕はこのままで、まあ、伸びるんだとは思います。事業として別に悪いとかじゃないんですけど、やっぱり僕最後までやっぱ見えなかったんで、サービスがいいからっていうよりかは誰とやるかの方が本当に大事だなっていつも思うんですよ。っていう時になんかやっぱ芯が見えなかったんですね、僕には。僕の目がもしかしたらちょっと見えてないだけかもしれないけど、結局最後課題の話、新人美容師とかアシスタントの話って一旦置いてたけど、最後はまたそれを言ってたんで、やっぱなんか肉付けちょっと後からしてる感じが僕はしちゃったんで、でこれもできます、あれもできます、こういうのもやってますみたいな、それが思いの強さなのかっていうと、なんか本当にちょっとこうかさ増しされてるような感じがどうしてもしちゃったんで、それでなんか一緒にやるっていうのは僕もなんか責任持って言えないので、僕はこのままで。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いて坂口さん、お願いいたします。はい、最初資料を見てる時はちょっと正直否定的だったんですけど、うん、まあお話聞いてる中で僕自身が思う業界内の課題もあるし、自社の課題もあるし、そういうところを逆になんかもっと伝えることで力になれるんであればと思ったので、まあ、僕的には僕も全部ですかね。あります。やっぱりなんか変わるきっかけがいるなと思ってて、その業界内の仕組みを何か変えないといけないってなった時の、まあ、それに関しては僕はきっかけだと思ってるので、何かプラスになればと思うのでよろしくお願いします。お願いします。続いて香里さん、はい、お願いいたします。そうですね、めちゃくちゃ私も悩んだんですけど、一つお願いというか、まあ、このコネクションカードで私がお手伝いできることって言ったら、まあ、やっぱその VR をレンタルなりでさせてもらえるんだったら、もうちょっと広めるというか良さとか、あと講師陣の方でのお手伝いはできるかなとは思ったので、結局コツコツその良さを自分の足でじゃないですけど見てもらって感じてもらうのが一番なのかなって私は思ったので、まあ、そういうところを頑張ってもらえるんやったらと思うんですけど、はい、いかがでしょうか。もちろんです、はい、やっぱり毎日の地道なそうですね、コツコツすごい大変やと思います。地道に地道にこうファンを増やしてるっていうようなところで、着実にこう階段を登っていけたらなというふうに今後も思っております。この業界すごい大変やと思うんですけど、ちょっとこう閉ざされた扉を開けるのは、はい、まあ、そこでちょっとお手伝いができればっていう部分で、はい、ありがとうございます。コネクションカード、はい、って感じです。ありがとうございます。最後に吉田さん、判定をお願いいたします。僕はもうこのままでお願いします、はい、ありがとうございます、まあ、入れることに対してのやっぱり弊害はないのかなと思っていたので、まずこれをやっぱり全部ちょっとさせていただければなと思います。で、一応なんかこうナイトの立場だったんですけど、一つ逆に約束してほしいなっていうわけじゃないんですけど、僕たちもやっぱり結局決めるのは僕たちじゃなくて現場なのかなと思ってるんですよ。現場の子たちがプラスになるのであればやっぱりやっていきたいですし、申し訳ないですけど、こうチャレンジしてみてダメだった時は本当に申し訳ない、その時はもう声がなくっていうのにもなっちゃうと思うので、それをご了承いただくっていう形で、はい、はい、双方ともに上がっていければなと思います。よろしくお願いします。お願いします。では挑戦者側4票、虎側1票ということで、翔太さんの挑戦達成となります。おめでとうございます。
今のご感想はいかがでしょうか。短い時間だったんですけども、かなりその我々が抱えている課題が見えてきたなというふうに思うので、一つ一つクリアしていきたいなというふうに思いますので、ぜひお力をお借りできたらなというふうに思っております。よろしくお願いします。意見が割れ、厳しいコメントも飛び交う中、しっかりとやりきり、見事チャレンジ達成。サロンの虎公式インスタグラムでは、撮影の裏側や挑戦者のその後を先行配信。概要欄よりぜひチェック。プロが求める機能を追求した本物のアイロンとドライヤー、キヌジョ。おい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。すごい、茂木さんがこじらせてましたよね。いやでも一番なんか真剣に考えて。僕でも茂木さんがなんかずっと腑に落ちない顔してたじゃないですか、うん、なんか僕もね、分からんでもなかった。それぐらいなんか議論が出るぐらい可能性があるプラットフォームだね。まあホットな話題ではある、ね、はい、でもまあ茂木さんはなんか本来はね、そうだと思うんですけど、なんかさ、もうダメだったんですよね。どっちかというとそっち寄りというか、寄りの人やと。お疲れ様でした。ありがとうございました。サロンの虎挑戦者スポンサー大募集、詳しくは概要欄をチェック。